皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もモンストやっていきたいと思います。さて今回行くクエストなんだけど、あら、ちょうど今カメも来ておりますね。カメクエ、ただいま落獣カメクエも来ておりますけど、私今回行きたいのこちら、ヤマタノオロチ。実を言うと動画にする前にもう一回ねクリアしております。なのでこれ安心してこのヤマタノオロチに挑戦していきたいと思いますけど、まずこのヤマタノオロチに挑戦するメンバーなんだけど、私の方がね適正 S ランクがいないので、 A ランクに入ってるハンターキング獣神化と、そしてタンポポちゃん神化がねおりますので、まずこちらの2人で、あとは運枠になっちゃうんだけど、運枠適正の方に私ね両方とも持ってたんだけど、運枠適正天狗神化か、それともドラゾンビかっていう選択で、私はねこちらドラゾンビ、こちらのメンバーで今回やっていきたいと思います。はい、そしてねこちら動画では初めてかな、かわいいかわいいタンポポちゃん、こちらのねメンバーでこうやっていきたいと思います。さあそれではねこちらで、あとねフレンドをね誰を連れていこうかすごく悩むんだよね。フレンドの方でねちょうどこれ適正に入ってるメンバーをね連れている方、あコルセア、コルセアでもいいな、コルセアいなかったか、なんかさっき誰かいたような気がするんだな、コルセア、コルセアフレンドの方どうかな、違うな、いないな、コルセアいなかったわ、気のせいだった、気のせいだったみたい。どうしようかな、ちょうどいいメンバーがね他にいないんだけど、まあほとんどがね適性が木属性なので、木属性ね、どうしようかな、なんかおりませんかねちょうどいい方。あベルクラさんの、いやベルクラさんのロイゼ、あ飛行持ちなんだねこれロイゼ4回、でもやっぱ重力か、まあロイゼでも飛行だったよね、飛行でもいいのかな。もうこうなるとロイゼ連れてくってなると友情で、ほとんど友情の力しかね借りられないもんな。いや悩むなこれ、どうしようかな。悩んじゃう、非常に悩んじゃう。ちょうどここに書いてある適正のキャラクターが、まあガブリエルでもいいのかな、 C ランクになっちゃうけど、こちらねガブリエル、ガブリエルにしましょうかね。こちらちょっとお借りいたします、ありがとうございます。こちらね、よしこれでいこう。ガブリエルの方がね適正 C ランクで地雷に注意しないといけないのでね要注意でございます。そして、第一ステージ、こちらはね敵同士の隙間でカンカンするっていう感じです。ここで、ハンターキングどうしようかな、最初にビットの隙間にもうカーンといっちゃうかな、これねミスるんだな。だがしかし真ん中の雑魚の隙間に入るというね、これ荒技で、今回のメンバーがハンターキングは、まあ、重力しか持ってないと、なので地雷中で、タンポポちゃんは飛行アンチ重力なのでマインスイーパー気にしなくてもいいと、でドラゾンビも飛行アンチ重力なのでマインスイーパー気にしなくていい、でガブリエルがダメージボール、そしてゲージで光と闇のキラーか、ガブリエルがねマインスイーパー、まあハンターキングガブリエルがマインスイーパー要注意でございます。隙間入ってないけどもビットンやれたね。で、もう少しか、ザコちょっと皆さんの友情にも触れていきましょうか。これでねマインスイーパー回収が一人でもいると楽に倒せるんだけどね。さあ、ガブリエルここで最大のね防御を見せるとしたらもう上かな、マインスイーパーに1個当たりながら回復する、これぐらいかな。もうガブリエルは友情で敵を倒しきるっていうのがこう前提なのかな、メンバーとしては。よし OK、まあ、マインスイーパーに当たりながらねなんとか倒しております。さて、第2ステージ、まあここも
壁際のこう隙間がね狙い目みたいね。壁際か。タンポポちゃんもビットンいけるね。ここビットン倒しきろ。オッケー。でドラゾンビ、ドラゾンビ貫通だからな。ちょっと下の方に行ってハンターキングの友情誘発して、よし27万ダメージか。うん、さて、ここでガブリエル、ガブリエルはもうこれちょっと皆さんの友情でしょうかね。重力持ちでもないからねガブリエルは。まあこれだけ近くに配置しとけば、まあ、ザコもやりやすいっていう感じかな。よし、まずは隙間に入ってザコ処理と。今回のねこちらヤマタノオロチなんだけど、ヤマタノオロチがね、進化が6点で神化の方が 6.5 と。進化だと、ま、アジンキラーか、うん、アジンキラーで、神化だと風が効かないのかな。 反対の反に風って書く、アビリティと、あとねアンチワープ持ち、うん、がね、つくみたいなので、ぜひともヤマタノオロチもねいただきたいところでございます。さあどうしようかな、ハンターキングちょっと回復取って、さすがにまだ倒しきれないかな。ドラゾンビに当たれば倒せたかもな。痛い。いや油断してる、油断してたなこれ。ちょっと回復取ろう。取れるか、取れない、取れないけど次に行きます。なんかヤマタノオロチの進化神化について説明してたら大ピンチでございますよ。だけど一応この仮面ステージで体力を回復できるんじゃないかな、またステージ移動する際に。よし、もうここは回復を狙うんや。お、やったね、水の亀ちゃんゲット、ありがたいね。水のキャラクターはねだいぶ育てておりますので非常にありがたい。さあ次第3ステージ、ここも、ザコとビットンを先に優先すると。ハンターキングがねどうしようかな、そこのビットンの隙間入れるかな。いけ、よし、まず1個 OK と。でマインスイーパーを埋め込むんだな、あの敵が、あの敵とかあのビットンが。なのでこうちょっとマインスイーパーもやりたかったけどやりきれないか。でここでドラゾンビ、うん、ドラゾンビちょうど弱点来てるし、弱点ハンターキングに当たってこれダメージをやっぱり与えられないか。ハンターキングがね下の方にいないとあんまり意味がないんだな。でここで、うん、どうしようかな、ガブリエル、ガブリエルさんちょっと下の方行きましょうか。上の方に行っちゃうとマインスイーパー持ちでも飛行でもないので、ちょっとこれ危険だね、うん、でハンターキングここでね隙間が来ているので、もう隙間でカンカン98万ダメージ。さて、タンポポちゃんはそうねちょっとハートを回収しましょうか。お、行ったね。さあ、あとはザコ1体か。じゃあザコ1体は行け、倒しきれるかな、どうかな。わあ変な位置だったかなこれ。お、下移動してきた、ナイス。ガブリエルがちょっとこれ、うん、まあまあいい位置取りできたんじゃないか。あーしまった、ハンターキングこれマイスイーパー持ちじゃなかったわ。じゃあここでちょっとストライクショットを貯める意味もありますので、これちょっとこれどうかな。2人近いかマイスイーパー、痛かったな今のは。さあタンポポちゃん、タンポポちゃんはもうここ回復してガブリエルで倒しきろ。 OK。 いや案外これ地味にさ HP 削れてるよ、大丈夫かな。あらまた次、あ亀ステージだ。いやー助かるわ亀ステージ。ちょっと亀ステージで回復しましょうか。あのハート育ったとこで取りたいんだけどな、もう一段階。もう一段階これで取れるかな。よし OK で体力をマックスまで回復できるかな。で26ターンで敵を撃破と。でボスの攻撃パターンがこちら、
メテオ、ホーミング、移動爆発、そして要注意のクロスレーザーと2ターンで来るんだね。でまずボス第一戦、まあ、隙間に挟まって雑魚処理と。なるほどね、隙間か。うーん、こちらだと右も左も入れそうだけど、どうかな、いけるかな、これ。これぐらいの角度、わあ、弾かれちゃったか。いや微妙だったなこれ、やっちゃったな。もうちょっとこれ浅い角度で入っていかないと入れなかったんじゃないかな。あ、ドラゾンビさ、バーベキューのやつ来てるね。バーベキューにするぞよ。触れた敵すべてに雷で追い打ち。あ、いいじゃん。でも30ターンか。まあいっか、使っちゃう。で、ガブリエルに当たっていこう。うん、いいぞ、バーベキューにしてくれ。 OK、 まずザコ一体処理と。あら、これガブリエル先生もうこれ、でも貫通タイプになるから、まあここで隙間に入ってカンカンの方がいいのかな。おお、いったね、100万ダメージ。いや安定してる、ナイス。さて、ハンターキングがマイスイッパーでダメージ食らっちゃうから、もう繊細な下感ですかねこれ。よいしょ、さあ次で倒せるかな。さあここでタンポポちゃんが倒しきれるか。さあ友情の力も借りて倒しきれないか。まあでもこの次でいけるか。さあこの次ドラゾンビ、いけドラゾンビ。よし、オッケー。まずは第一ステージオッケーと。体力もねマックスです。いや安心していけるわ。さあ第2戦、ここはビットンを優先撃破と。ビットンか、どうしようかな。ガブリエルもここでさ友情使っちゃおうか。ガブリエルの友情はまあ貫通タイプになるし、ちょうど弱点が目の前だから、まあ貫通して弱点オフかな。ちょっと繊細なね角度が求められる。いけ、ちょっと上行っちゃったかな。あ、でもいいよ、200万。お、いい感じ、ナイス。で次ハンターキングがもうこれもうチョンってやったら死んじゃうね。 OK、 もう早かったね、2回でこれ終わっちゃったね第2戦が。そして最後、あ、ハンターキングいい位置にいるし、タンポポちゃんもいいね。タンポポ爆弾植え付けようか。ここでタンポポちゃんがね、こちらタンポポ綿毛爆弾というね、ヒット数で威力が変わる爆弾を最初の敵に設置して爆発するっていうね攻撃なので、こちら行かせていただきましょうか。いけ、タンポポちゃん動画では初めてかな。あー、ちょっと微妙なところに爆弾仕掛けちゃったんだね。まあいい、まあいい、これでねドラゾンビ下から反射して行け。おお、みんないい位置いるねこれ。いた、うわー移動しちゃったか。ハンターキングがねちょうどいいとこいたんだけど、行けガブリエル。あー、そこビットン乗ってたんだ。いやいや、これは痛いよね。本来だったらハンターキングでもガツンとやりきりたかったんだけど、ハンターキングの友情がね壁にバウンドするほど攻撃力アップするっていう感じなので、もう隙間に入ってガツガツ削るっていう攻撃だったんだよね。だけどここはもう安全に行くために横間かな、ちょっとこう雑魚攻撃。さあ頑張って耐えるんや。まず耐えてちょっと雑魚処理もしましょうか。 OK、でマインスイーパーが爆発すると、そうね、ここドラゾンビはもう雑魚処理かな。いけ、ハートも育てて次回収したいね。わ、変なとこにハートがあるなこれ。取りに行けるかなガブリエル。いけ、
さあここで耐えれば、あぶね、回復しよう。よし、オッケー。ハンターキングがね、これ美味しいところが見せられなかったね。ここで隙間が来るのか。よし、倒しきったぞ。ハンターキングのストライクショットが使えなかったね。だけどまあ途中危なかったけど、なんとかねこのメンバーで倒すことができました。ありがとうございます。さて、ドロップするかなこれ。お、2個来た。ノーマル、そしてノーコンでね、1個ずつ。ありがて、ありがて。よし、これでヤマタのオロチゲット。いや、ありがとうございます皆様。神化にしよう。神化にすると点数の方 6.5 で、風に効かないアビリティと、あとアンチワープ持ちなので、早速ね、もう1体持ってるこのヤマタノオロチ、こちらにね合わせちゃいましょうか、楽の方。あ、でも待ってよ、ヤマタノオロチって誰かの神化に必要とかなかったかな。ね、ちょっと見てみよう。あ、そうだ、これで欲しかったんだ。スキュラ、スキュラの、神化に必要だった。あぶね。じゃあね、スキュラの神化用にもう合わせといたのを1個作っておきましょうか。こちらね、ありがとうございます。いや、スキュラの方もねドロップしたから、これでスキュラ神化の素材もこれで集まったのかな。いやー、でもよかったわ、倒せて。スキュラーね、先ほど倒してきたので、こちら、あとこのサイクロプスかな。サイクロプスが、ラックさんが集まればスキュラーも神化できるって感じですかね。はい、ということでね、ちょっと苦戦しちゃったけど、ヤマタノオロチね倒すことができました。まあアンチワープ持ちっていうのがねあんまり私いないので、このヤマタノオロチもね、またちょっと神化までレベル上げ、あとタスカンもして、まあ他のクエストでね使っていけたらと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。